はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回は ASM10 スキャバードを使って遊んでいきたいと思います。まあ、サムネを見てもらえばわかる通り、この銃もやっとあと10人でダイヤになるところまでやってきました。ひうちまるダイヤコレクションがね、もう一丁増えるということでね、あと10人頑張って倒していきたいと思います。ではまあ行ってみましょう。今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきます。レッツラゴー。あ、今回早かったね。まあ、このまま行きましょう。場所はクラッシュですね。はい、クラッシュの様子を見ていただいて、敵さんチーム、味方さんチームっていうことで、まずスキャバードを選択して、さあ行ってみましょう。レッツラゴー。ゴー。今回はどうしようかな。まずは建物の1階で向こうから来る人を撃ってみようかな。おっとっとっと、狙いが外れちゃった。あ、だいぶ向こうの方にいるのはね。あ、やられちゃった。え、グラウグラウに撃たれちゃった、あんな遠いとこから。じゃあ今度はどうしようかな。ここでギリギリこう来る人撃てないかな。まだグラウいるかな。ここだったら見えないから当てられないと思うんだけど。あ、いたね。とりあえず撃ってセイバーがつきましたね。オッケーオッケー。左から撃たれたぞ。あ、ピロが撃たれてるね。あれピロでしょ、多分。あんなでっかい LMG だ、あの色って言ったら。ん、あ、2階にいるな。1階にいないかい。なんか1階持ってきてるな。あー、たたたたた。うわ、でもめっちゃダメージ食らったけど。ん、スナイパー、いや違うな。スナイパーだったらもうちょっとダメージ減ってるか、死んでるはずだ。 XP あるかな。いや、わかんねえ。なんだろう。ガスは一応今効いてるけど、ここにちょっと隠れてリロード。なんだろうね。あ、やられてるの。あれ、やっぱ単発っぽいけど、なんかスナイパーより射撃の感覚が早いね。ということはなんだ、何持ってた。あ、一発やられた。あ、わかった。アスバルのあれか、セミオートのやつだ。あ、それで感覚早かったんだね。なるほど。多分その後ろに隠れてると思うんで、違うかな。あー、ハンターキラー掘ったね。多分隠れてるね。まあ、ここからまともに撃ち合うよりかは、ちょっと待ってね。こっから上に登って、ここをスライドして、ちょっと向こうに、あー、向こうに移動してるね。はい、倒して、んでもって降りて、リロードしつつ、向こう行きましょう。ん？ここはいないかい？いないね。よし。こっちは？まだ来てない。2階とかにも行ってないかな。足音しないよね。よし、行ってみよう。いない？いないな。あ、向こうから来てるね。撃って倒して。あそこでもロングショットつくんだな。ASM10 でも。へぇ。あ、ラムまた来てるな、こっちに。倒して。おっと、弾切れ。リロード。倒して。ハンターキラードロン発射。はい、ドーン。倒して。ん？こっち来てるね。ちょっと待って。一応弾撃って、あ、こっち撃ってきてるんで、ラジコンをかまして、でもって倒す。さあ、あとはリロードして、ん？グレネード掘ってる。あ、しまった！早すぎて掘るの。もうちょっと上向けて掘らないと。ひうちまるあるあるですな。いらないところに掘ってしまうっていうね。ん？もう全員向こうに渡っていったか？来てないね。向こうで打ち合いやってるのは右の方でね。あー、リスの方にいるのかな、敵も全部。はい、倒して、セントリーガンここ置いて、一応リスの方をちょっと見ていきましょう。どうかな？あれ、いない？え？こっちで打ち合いしてると思うんだけどな。なんだ、どこいるんだ、敵。あ、撃ったね、誰か。あ、そっちに今弾撃ってた。あ、そこのヘリの向こう側にいるのか。ちょっと撃ちにくいな、あそこ。見えたけど、あれ渡るか。いや、当たったけど。いやー、全然ダメージ入らなかったな。あ、そこにランボいるじゃない。ランボ倒してくれ。あ、弾切れだ。よし、ナイフでまずはセントリーガンを破壊。破壊、オッケー。でもってランボを切り捨てて、んで、弾が取れたんで、リロードして、まず火炎放射器に変えて、何人か減らしておきましょう、敵をね。
よし、オッケー。音で持って、こっちから、あー、敵来てる。危ない。と思わせつつ、火炎放射器で。オッケー、二人倒した。で、持って、セントリーガンを設置。逃げましょう。いつものドラム缶ポジションで。さあ、こっくるかな。お、ナイス、セントリーガン。さすが僕らの守り手、セントリーガン。頼むぜ。ハンターキラードローン発射。で、持って逃げて、こっちに敵来てない？ラジコン？あ、やっぱこっち来てるね。ラジコンで行くってことは、はい、倒して、あ、こっちもいいの？はい、倒して、でもセントリーガンをここに置いて、向こうに移動。さあ、どうだ？こっち来てるか？お、セントリーガンを倒してくれた。オッケー、ナイス！勝利！ 50 対 47、GG！ MVP いただきました。ありがとうございます。ピローがいいねくれました。ありがとう、ピロー。結構敵リスの方にまで攻めてきてたんだね。いやー、もうちょっとこっちに気を使うべきだったな。でもやっぱりラジコンが役に立つんだな。なるほど。はい、レートは90、ピロのレートが70でした。どうもありがとうございました。いやー、ピロほんと気に入ってるな、この AGR ダンス。いいね。はい、相手さん方にもいいねを入れまして、戦績の方を見ていきましょう。26キル2デス4アシスト、ピロは12キル6デス2アシストでした。うん、まあまあ、あの数字ですね。よかったよかった。はい、今回もチームメイトのピロと一緒にね、戦っていきましたけども、ASM10 スキャバード使っていったんですが、まあ迷彩見てみましょう。はい、ダイヤリニューつきました。150いきましたね。ダイヤスイッチオン、火打ち丸ダイヤコレクションに ASM10 が加わりました。やりました。長かったな。始めた時60ぐらいまでしか行ってなかったんでねまたね、うん、大変だったなこれ。150って結構やっぱしんどいな。120の SMG とかでもね、結構大変だからね。まだまだね、ダイヤには程遠いやつもね、いっぱい銃あるんでね、またちょっと頑張ってね、いろいろとちょっとダイヤにしていきたいんですけども、まあ皆さんもね、ゴールド、プラチナでもってダマスカス、ダイヤ、まあ、シーズンメーサーの方は自分よく分かんないんで開いてないんだけども、まあ気分によってね、いろいろ迷彩を変えて CODモバイル楽しんでみてください。ではまた次回を待て。